こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は、ショッピングカートの取り方ですね。これについてご説明します。まず、ショッピングカートを取るのに重要なのは、値段だというふうな認識をしている方が大部分だと思います。まあ、実は、驚くべきことにですね、値段はそれほど重要ではないです。もちろんね、一要素ではありますけど、値段でショッピングカート取れるか取れないか。おそらく比重的にはね、普通の人のイメージだと7、8割値段が、重要だと感じてると思うんですけど、まあ、いろいろテストした結果、そして会員さんのサポートで分かったところでいくと、おそらく最大でも50%。多分それ以下の要素でしかないです。だから値段を安くして売るっていうのはですね、儲けにくくする、デメリットが多大な割には、実は大して売れないという、まあ、あまり賢くない選択です。Amazon において、まあ、すべての物販においてそうなんですけど、まあ、安売りっていうのはあまり賢い選択ではないと。ね。安売りは馬鹿にやらせとけという言葉がありますけど、まあ、全くその通りだなと思います。ね。普通の、まあ、日本国内で売ってるものが安いのは、仕入れが安く入るからいいんですけど、まあ、Amazon でね、安売りやられちゃうと、まあ、逆に普通に儲かってるのがね、儲けにくくなる面もありますんで、まあ、これね、本来は、まあ、カート取得の裏技、会員限定の動画なんですけど、安売り抑制のためもあって、公開動画にします。値段は、それほど重要ではないです。値段以外の部分が結構大きいと。じゃあ何が重要かというと、結構ね、大きな部分でほとんどの方気づいてないのは、これ、ショッピングカート取得は石取りゲームです。先に販売をして、間違いなく取引をしたと。買った人からクレームもついてないと。発送遅延も何もないと。いう取引をした人が、引き続き、カートが取れるという仕組みになってます。